つはいい。探す手間が。敵の増援を検知しました。携帯電子機器を検知。備品室へのアクセス解除。市民はこの地点を越えることは許されません。妻を探してるんだ。ここの担当だった。お気の毒に、ここは隔離エリアです。妻は看護師なんだ。今後通知があるまで全ての職員は中に留まる必要があります。閉じ込めてなんか置かせないぞ。スタッフは状況を把握してますから。そんなわけないだろ。妻は3日前にその日の晩に帰るつもりで仕事に出た。ではお名前を。連絡を取ってみます。ヘイズだ。ヘンリー・ヘイズ。ヘイズ、わかりました。ではご帰宅を。ヘイズさん、この辺は危険です。どうも。
前の助けが必要だ。見張りに回す。接近中。エージェントから応援要請です。敵の増援を検知しました。人質が瀕死状態。人質が死亡。人質全員死亡。嘘だ。
電子機器を検知。もうおしまいだ。どう考えても八方塞がりだ。なあヘンリー、なんとかなるって。どうやって？食料が尽きかけてる。最後に物資が来てから数週間。もう来るとは思えない。飢え死にはしないさ。甘い考えを皿に乗せたって腹は膨れない。作物は間に合わないし量も足りてない。最近外に出たか？野生動物がワンサといるんだ。Kストリートなんかアライグマに占拠されてたぞ。こんなところに閉じこもってたら何の意味もない。アウトキャストの奴らは私たちを消そうと躍起になってる。ヘンリー、乗り切れるよ。バッタやクズを食べればいい。ここはジェームズタウンじゃないんだ。俺たちは人を食べるような末路はたどらない。すまない。その通りだ。君は正しいよ。自分を見失ってたみたいだ。お前は重荷を背負ってきた。でもここまで率いてきてくれたんだ。この先も共に歩もう。おい、エージェント、ヘンリーが話したいそうだ。もう限界なんだ。生き残ったところで希望がないようじゃ皆の士気を高めるのも難しい。どうも、ヘンリーだ。ねえヘンリー、同情はするけどこっちだって問題はある。大きな問題がね。協力する。人手はいるだろう。ちょっと、人は回せないって言ってたでしょ。今はそうだが、連中の気を引いてくれれば。できることはもう全部やってる。何よ、あの壁の向こうは地獄そのものだ。うちの警備が一瞬でも崩れればおしまいだ。全てがな。何してるのかは知らんが、ありがたみは感じない。エージェント、まだ余力は残ってる？場所がひどい。誰かがフロントロビーをトレーラーで突っ切ったよね。中へ入るには通用口を使うしかない。今度からなのを見ることなんだ。あるもので何とかしないといけなかったのはわかるけど、暖を取るためにあんなにたくさんの本を焼くことはなかったんだ。あの時は他に方法がなかったんだろうけど、